今週はずっとこの試合への期待が高まっていました。キックオフまであとわずか、もう待ちきれないですね。サッカーファンの皆さん、こんにちは。サッカー中継の時間がやってきました。今日はデーゲームをお楽しみください。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。生放送でお送りするプレミアリーグのこの一戦、見応えのある試合になりそうですね。はい、よろしくお願いします。ここもなかなかいいカードになりましたね。いい試合を期待しています。これはナイスカット、うまく読んでいました。さあ、サポーターの後押しです。シュートを打てるか。これはチャンスだ。ちょっと消極的なパス回しです。惜しい場面でしたが、ここでボールを奪われました。さあ、敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。さあ、パスかシュートか。ドリブルで持ち込んでいます。入れば1点リード。先制です。試合序盤に相手をリードしました。2対1でしたからね。そもそもこんな状況に陥ってしまったことが問題です。キーパーにこれを止めろというのは酷でしょう。攻守の切り替えが大事です。ボールがアタッキングサードへ。ここから組み立てていきます。この攻撃はうまくいきません。ボールは相手に渡りました。うまいパス、決まった。立て続けに追加点。これで2点のリードです。わずかに触っているんですね。あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。ボールは相手のものになります。何をしてくるのか。絶好のチャンス。これはシュートミスでしょうか。弧を描いて裏を狙います。味方につなぐこともできます。タックルが決まった。ボールを奪取しました。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。セルハーストパークで行う、狙いたい。これは見事なパスカットです。思い切って打てるか。決まった。ゴール。この選手は2点目。勢いが止まりません。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。ありがとうございます。他会場の動きについてお伝えしました。繰り返しますと、クリスタルパレスにゴールが生まれました。これによりスコアは1対0となり、均衡を破ることに。ビッグチャンスです。攻撃を断ち切れていない。これはボールが暴れたか。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。さて、ここで他会場の試合経過をお知らせします。ウルブスの試合でゴール。このまま行きたい。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。来た、ゴール。これで4点差。
チームは圧倒的な強さを見せつけています。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。わかりました、ありがとうございます。繰り返しますと、ウルブスがゴールを決めました。これによりスコアは1対0とリードすることに成功しています。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ドリブルで進んでいます。決まった。さらに追加点。一方的な様相を呈してきたこの試合、相手を完全に圧倒しています。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。この展開は予想できませんでした。ビッグチャンス決まった。ハットトリックです。勢いが止まりません。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。チャンスをことごとくものにしています。ここで攻守が入れ替わります。チャンスになる。このままいけるか。入った。これはナイスシュート。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ここで相手ボール。さて、ここでスタジオからお知らせです。他会場で PK があったようですね。はい、トッテナムに PK が与えられました。これをしっかりと得点に結びつけています。シュートのチャンスだ。これはまだあるか。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。素晴らしいパス。ゴール。ここでさらにリードを広げます。あと何点取るつもりなんでしょうか。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。この展開を誰が予想したでしょうか。ラモス。これはいい位置でのフリーキックです。何をやってくるでしょうか。もうこの位置ではファウルはできませんね。いやー、鮮やかなフリーキックでしたね。壁を越したあたりからアウトサイドに向けて軌道が変わっていきます。これはキーパーもノーチャンスでしょう。前半戦が終わりました。試合をリードしているのはホームチームです。まあやっぱりこうなったかという前半でしたね。このチームのリーグトップの得点力。ドリブルで持ち込んでいます。入れば1点。
この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。おっとオフサイドです。ゴールのチャンスを生かせません。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。奪った。一転してチャンスだ。ここしかない。入った。ゴールゴールゴール。自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。ボールを失った。またボールをキープできません。高い位置でカットします。抜いた。周りを確認したい。この男を止められる者はいないのでしょうか。このボールでハットトリックです。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。味方を使うでしょうか。見事なタックルでボールを奪取しました。いいボールが出ました。決まった。ここでゴールです。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。ここでボールを失いました。おっとこれは面白い。入った。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。さてここでスタジオから情報が入ってきました。オールドトラフォードで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがエバートンに生まれました。現在スコアは2対1、時間は65分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きについてお知らせしました。深い位置でのチェック。ボールを前に運びます。狙えそうだ。シュートチャンスです。ゴールゴール。
何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。ワンサイドゲームとなってしまいました。試合終了まであと20分あります。サポートを使うか。シュート、ここはしっかり当たらないシュートでした。いろいろな噂が流れていますが、レバークーゼンが新たな選手獲得への意向を示しているようです。あ、来ましたね。イエス、ゴール決まった。プレーが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。さて、オールドトラフォードで行われている試合に動きがあったようです。はい、2点目のゴールがエバートンに生まれています。現在スコアは2対2。守る側は最後の一人でしたから、止めようという気持ちは分かります。しかしボールに行っていなければ一発退場でしょう。選手を変えてきますね。見事なフリーキックでしたが、わずかに枠の外へ外れました。巻いて入るかと思いました。いいキックでしたね。高いパスで裏を狙います。通ればチャンスだ。ありがとうございます。他会場の試合経過をお伝えしました。繰り返しますと、エバートンにゴールが生まれました。この得点によりスコア2対2と同点に追いついています。シュートを打ちたい。入った、ゴール。この距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。あそこで打たれた時点で勝負ありでした。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ジャンセン、パスを繰り返し相手の隙を伺っています。さあ来た、決まった。素晴らしいシュートだ。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。相手ボールになります。ドリブルでボールを運びます。シュートのチャンスだ。シュートを打つしかない。ゴールキーパーがなぜかゴールを開けていましたね。しかし落ち着いて得点を奪いました。ゴール前がぽっかり開いています。これは守備側のミスですね。この試合に関しては力の差が出てしまっています。奪った、一転してチャンスだ。ここはキーパーの技が光ります。コーナーからエリア内へ。ここはシュートチャンス、ゴール。
決まった。リプレイが出ます。このコーナーは用意してきた形でしょう。そしてフィニッシュ。これだけスペースがあれば外さないですよね。試合終了まで1分も切りました。プレスが効いています。前でボールを取り返しました。ああ、ひときわ高い歓声が上がります。ここも決めてきました。これでこの選手は2得点。流れを引き寄せました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。狙える位置です。狙いたい。飛び出すのが一歩早かったようですね。オフサイドを取られています。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足しているんじゃないですか。Just a quick couple of questions. Thank you. That's all the questions we have for you.